1961年発売の中吉家庭音楽会、小馬とクルミのお馬を収録している。お馬は日本の同様。作詞は林隆派作曲は松島常。大馬、大馬と表記される場合もある。1941年に音楽の教科書である歌の本上に掲載された。むつまじい馬の母子の姿が表現されている。 歌の本の対象である国民学校一年時の教育課程にカタカナの学習があったことから、題名もオーマとカタカナ表記で、詩も一部の文字を除いてカタカナ表記であった。戦後は、題名も詩もひらがな表記が用いられ、文部省が発行した教科書一年生の音楽賞は二22年度版をはじめ、 1950年から1985年まで長年にわたって教科書会社から発行されている音楽の教科書に掲載された。平成以降も1995年まで音楽の教科書に掲載されることとなり2007年には日本の歌百選に選出された。本作の題名を歌い出しのお馬の親子と勘違いされがちである。日本全体が 戦時体制へと移行する中、幼少時から軍馬に対する関心を子供に持たせようと、当時の軍部指導者が国民学校の教科書編集委員であった林に作詞を依頼した。しかし、一年生用の歌であったことや、林自身がその意図に同意できなかったことから、ストレートに表現できずに優しい歌に仕上がった。馬の母子の描写の原型は、 林が子供たちと共に、千葉県成田市の三里塚御両牧場を訪れた際に、目にした、母馬の後ろを、子馬が歩く光景を元に作ったし、お馬の母子であろうと、林の娘は指摘している。また、林が、幼少時代を過ごした群馬県沼田市で、荷物を積んだ親馬が後からついてくる子馬を、心配しながら歩く光景を目にしたことが原体験と、 なっていいるるという指摘もある一方、女性として、初めて教科書編参委員となった松島は、編参委員も作曲してみてはという意見が上がった。際に、編参委員たるもの自ら班を垂れるべきなのに、他人に押し付けてばかりでは、ずるいと思い、作曲することとなった。歌詞から純真に感じたものをそのまま飾らずに、表現するようにしたが、 当時は広く歌われるようになるとは思っていなかったと、後に述べている。林の母校である、沼田市立沼田小学校の校庭にある。左上に、林のレリーフがはめ込まれ、中央には、林の自筆によって一番の歌詞が刻まれたもので、1976年に、除幕された。AB、心に残る日本の歌101,041 10ページ。 AB、池田さゆり納得同様、章下参照。大人のための教科書の歌143ページ。AB、愛章下物語11ページ。愛章下物語10ページ。愛章下物語13ページ。子供の昭和史同様、章下、動画100139ページ。ありがとうございます。